中野ンモール商店街。写真を置く方向が中野ブロードウェイになる。中野ンモール商店街は東京都中野区中野5丁目にある商店街である。JR 中野駅北口広場に直結し、ほぼ真北へ伸びる全長224メートルのアーケード商店街で約110店が営業している。個人や中小企業が営業する商店、飲食店のほか、 大型店やチェーン店、診療所や生態など医療、健康関連施設もある。中野駅側から進んだ月あたりに、中野ブロードウェイがあるほか、そこを経ては瀬田通りや梅寺市院、荒井薬師へと続く通り道にもなっている。このため、近隣住民や中野駅利用者に加えて、買い物、飲食客、法日外国人を含む観光客などが多く訪れ、 来会社は1日平均で約5万人に達する。関東大震災後の住宅需要から中野区への人口流入が増加し、生活需要に対応できる商業施設として、現在の商店街の原型となる中野北口美観商店街ができる。戦後の商業復興、大規模百貨店に対する攻防策取り組みとして商店街のアーケード化が提案され、 幾多の困難を経て、1958年に現在の原型となるショッピングアーケードが完成した。1966年に完成した中野ブロードウェイに見劣りしない改装を手掛け、大遺跡舗装された歩道、大型シャンデリアをモチーフとする照明を用いた大型商業施設を完成させ集客力を大きく伸ばす。1975年のアーケード改装の際、 商店街の愛称を公募し、サンモールと命名された。現在のアーケードは1998年に改装されたものであり、太陽をモチーフとした統一看板、ガラスアーチ型の船底をイメージした天井は波型デザインを採用している。アーケード全体に自然光を取り入れた明るい商店街を作り出している。東京都中野区中野湖の 67-1JR。 中野駅北口、ありがとうございます。